こんにちは、こんばんは、モラルチャンネルやです。ボナボナ。本日のプロスピース実況頑張っていきたいと思います。本日の企画はこちら。今回来たのはタイムスリップ第2弾。このガチャですね。で、一緒にね、必勝アリーナの方も来て、こっちのイベントとランキング報酬でタイムスリップ第2弾のね、契約書も取れるって感じになってます。ということで、ちょっとラインナップを見ていきましょう。パリーグが、パリーグ、伊藤選手、小園選手、小笠原選手、後藤選手、デスパイン選手、鉄平選手という感じで、ね、小笠原選手がね、巨人で出てほしかった。もう本当にこれは個人的な意見でしかないんですけど、デスパイネ選手とか意外だったんじゃないですかね。デスパイネ選手とかってソフトバンクでバリバリね、レギュラーでやってる感じなんで、タイムスリップで、ね、出る感じなんだなと思いますね。で、まあ、大ドライ選手とかコーチになってる人あんまり知らないのかもしれないですよね。結構まだ現役なんじゃないかなって思う人もいるかもしれないですね。セリーグは笹岡選手、相川選手、ラミレス選手、寺原選手、浅尾選手、鳥谷選手。うん、いいですね。もう全体的にマリーグ、セリーグ結構なかなか熱いラインナップなんじゃないかと思います。巨人ファンから言わせてもらうと、まあ相川選手、ラミレス選手、小笠原選手ってね、やっぱ巨人に在籍した選手めっちゃ入ってるんで嬉しいです。でね、能力もね、かなりね、高い感じだったので、2019のね、シリーズ1になってから、まあ、まだまだね、2019バージョンをゲットできてない人のレギュラーにはかなり刺さってくるラインナップなんじゃないかなと思います。はい。で、今回は、購入3回目が S ランク確定。で、購入6回目で S ランク1チーム確定なので、まあ、僕、もちろん巨人でやっていくんですけど、ラミレス選手はもう確定ということで、ありがたいですね。で、イベントで A ランクのね、タイムスリップ契約書自チームが2枚は確かもらえたはずなので、まあ、限界突破2まではいけるっていう感じなので、まあ、限界突破工事使ってね、せっかくなんで極みにしちゃおうかなと考えてます。でね、結構ね、ゲレーロ選手と被るんすよね。ゲレーロ選手今レフトで使ってて極みなんですけど、まあ、ゲレーロ選手よりは守備が落ちてバッティングがちょっと上がってるっていう感じなんですね。やっぱ DH ですね。守備的にはちょっと使いづらいなっていう印象になっちゃいますね。で、他には、寺原選手。寺原選手いいですね。オール B 結構同値狙いもしやすい感じですね。で、浅尾選手は9位型と。浅尾選手とかフォークとかやばいことになってそうだけど。ああ、そうでもないな、意外と。あ、パームね、パーム。浅尾選手パーム投げるもんな。先発も抑えもいける感じになってますね。鳥谷選手。鳥谷選手めっちゃ強いですね、俺。かなり高水準のね、オール B になってますよ。鳥谷選手とか阪神ファンの人からしたら絶対手に入れたいって感じですよね、きっと。伊藤監督ですね、元。捕手20枚。大隣選手も、かなり高い水準でオール B。小笠原選手。これ首位打者取った年だと思うんですけど、多分。86、80はやばすぎるでしょ、マジで。まあ、守備もね、まあ、抜群にいいってわけじゃないですけど、レギュラーを取る分には全然いい追順だとは思うので、かなりいいと思います。日本ハムファンの人は小笠原選手は絶対取るべきですね、これは。あ、やっぱ首位打者としてだね。で、後藤選手。後藤選手はね、ちょっと全然いい選手なんですけど、ここのラインナップから見るとちょっとね、見劣りしちゃう感ありますよね。後藤選手とかも結構僕、パワープロとかで昔よく使ってたんで、好きな選手の一人なんですけどね。デスパイネ選手ね。まさかのロッテ枠のデスパイネ選手。持ってる人いいんじゃないの？鉄平選手ね。鉄平選手はもうなんと言っても、バットコントロールがね、いいという印象でございます。で、笹岡投手。スタミナ86、9位80。やばいな。で、相川選手ね。相川選手はね、どうしてもやっぱ巨人ファンからすると最後巨人で終わった選手なのでね。まあ、相川選手もね、ちょっと欲しいなとは思うんですけど、まあ、巨人で出て欲しかったですね、できれば。ね、今のところ僕、純正オーダー今、こういう感じになってるんですけど、DH 枠がね、A ランクの王監督ということで、まあ、ここにラミレス選手をね、入れるかなっていう感じですね。とうとうね、ベンチにも S ランクが入り出したんで、もう一息ですね。野手もオール S も。投手がね、まあちょっと高橋選手、覚醒させないんですかって何件か来たんですけど、なんかね、S ランクが来るかなと思ってね、覚醒させないでおいているんですよ。で、A ランクは今5枚なんで、S ランクが来たら引けば、極みにできるんですけど、まあちょっと当てれるかもわかんないんで、ちょっとここは覚醒しようかなと思ってます。まあ、ともあれね、この野手の DH 枠もね、ラミレス選手入れて、まあ、さらにね、純正の、強化をね、していきたいと思います。プロスピのガチャ運がね、あんま良くないので、ちょっと
ここでね巻き返せたらなと思います。はい、では今回もねこちらのガチャ60連回していきたいと思います。では10連目、できればね A ランク当てたいんですよね。最後のチャンス、最後のチャンス、あー見慣れた見慣れた、もう見慣れたよこれ。うわ、なんも来ねえ。あー鳥谷選手めっちゃ出るな。はい、 A ランクどうぞ。おーい伊藤監督、ここで自チーム引き当てられたらかなりね有利ですからね。実際個人的には S ランクはまあもちろんなんですけど、やっぱこの60連引くまでにラミレス選手の A ランク何枚当てれるかですよ。まあ、実際1枚でも出たらいい方だと思うんですけど、やっぱね限界突破コーチをねあんまり使いたくないので、まあ、1枚でも多くね出てほしいなっていう感じですね。はい、ということで20連目、最近確定演出見てないよ、来ない時に。うわーもう、ダメだー。おっ、おー三島投手その A ランクの、おっ岩隈選手の B ランクや、持ってなかったね。あーだね。はい、おー金子選手普通の A ランクか。A ランクの確率的には 30% の確率で、まあ、タイムスリップ出るっていうんですけど、うーん出ないっすね、残念。ということで、30連目ですね。ここでまあ1人確定なんでここでラミレス選手出たらここでやめちゃうよ俺本当に。全然あるけどね。ほい、最近の運のなさすごいからな、ここですら確定演出出ないけど、ほらやばいよこれ。まあバレたけど、おお B ランクかい。えな来い、うわー佐村選手 A ランク来てほしいんだよな。こなそう、おおわー相川選手か、キャッチャーめっちゃ来るな。はい、ということで確定枠ですね。まあラミレス選手じゃなかったらせっかくなら相川選手が、ね、来てほしいですけど、さあどうぞ。おお大隣選手、大隣選手は先発中継ぎ、まあ限界突破すればいけると。大隣選手どうなんだろうな、ソフトバンクとかロッテとか使ってた人だったら育成済みの大隣選手持ってたりするんですかね。まあ、僕は持ってないんでね、一から育てなきゃいけないんでちょっとね、まあ、限界突破していければいいんですけどね。いやー、ラミレス選手出なかったっすね。60連まで回せってことですねこれはね。なかなかほんと最近振るわないっすよね。40連目いきまーす。 A ランクが欲しい、 A ランクが、A ランク来た、おっ長打じゃないんだよな、ホームランが欲しいんだよな、ホームラン。割れ割れ割れよ、割れて割れてお願い、割れなーい。マジで確定以外来ないな。おっ、あー今村選手来ないですね。 A ランクラミレス選手来て、平田選手あのこの最近モノマネ企画でめっちゃやってるんでちょっと好きになってます。いややばい、なんだろう2018年シーズンめっちゃいい引きすぎた説、最近本当に振るわないんですよね。ラミレス選手の A ランク来てほしかったんだけどな。はい、ということで、50連目ですね。まだ確定な分だけいっか、でも正直その確定じゃないってもう多いもんね。怖いぐらい来ないな、怖いよもう。
なんも出ねえ。うわ、さあせめて A ランク1枚でもいいよ。 A ランク1枚でも来て、来てほしいよ。うわ、お、わあ、田村選手キャッチャー多いな。うわあ、来なかった。さあ、10連目、ここでラミレス選手の A が来ることを祈ります。さあどうぞ来てください。うん、来てくれませんでした。寺原選手 A ランクもで、なんか集まり悪いな。まあ、イベントの方のねやつでも確か S ランク 30% のタイムスリップだったんで出るか分かんないんですよね。難しいね。はい、ということでもう早くもこの動画最後60連目になります。最近ね、この僕のガチャ見て引くか引かないか決めるって言ってる人もね、何人かいるので、まあ参考にねしてもらえたら嬉しいです。ラミレス選手取りに行きたいと思います。60連目でーす。ほい、さあこの途中で来てほしいね。途中でサヨナラのチャンス。もうサヨナラのチャンスだもん。全然だもん。おい、来い。さあ、あー、ラミレス選手 B。 さあ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 、ここですよ、ここですよ。 A 来てほしい、 A 来てほしい。 A 来て来て、お、来て。あー、一瞬うわってなっちゃったよ。くそー。はい、ということでラミレス選手です。かっこいい。まあまあまあいいでしょ。いつもはもうね確定じゃないんでね、その分って感じですよね。はい、じゃあちょっとねなんか微妙だったんで1回だけ引きます。単発1回。最後のチャンス。このソーナーで早送りまーす。はい、オッケー。いっぱい。はい、ということで今回の動画はここまでです。なかなかね厳しい、耐える期間が続いてますよ最近。まあここでやめちゃったらね、辛い期間をねやってる意味がないので、ガチャもねどんどん来たらもうどんどん回してね、次なる神引きにね備えて日々プロスピ頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ応援コメント感想リクエスト待ってます。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録欄の横の通知ボタンを押してもらえたら、動画が上がったらすぐに通知が飛んでいくので、ぜひそちらの方も押してください。次回の動画も頑張りたいと思います。ではまた会いましょう。バイバイ。